ね、待ってマジ最悪なんだけど。いやこの相手さ、今あの冷静してて2戦目なんだけどさ、1戦目の動画撮れてなかった。しかもこれめちゃくちゃこっち戦闘力高かったの、1489万くらいあって、しかもさそれ勝ったのね、俺勝ったのにさ、勝ってめっちゃ戦闘力5000くらい上がったのに取れてなかったんだけど、ほんと最悪だわ。1489万でさ、え、なに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 、なんか怖いんだけど、ええはぁ、なにそれ、もうさっきまで相談やってなかったやん。え、なんか即死コンボされたんだけど、え、ね、本当に俺これ勝ったからね、さっきマジで。さっきそんな即死コンボなんてしてなかったし、1試合目。でもこれまたあれ、また2試合目からあの本気出してきて負けるパターン。しかも1試合目今回取れてねえし、勝ったのに。あ、待って待って待って、これやばい。あ、即死はないのね。そのさ、ひもペチのやつどうやってんの。もうちょ、これやばいやばい、ちょ本気出してる、動きは全然さっきと違う。マジで最初の即死コンボ痛えわ。てかリュカって即死コンボあんの、初めて知ったんだけど。だから1489万って今桜井言ってんの、桜井のボーダーライン追ってないから分かんないんだけどさ。あ、いいよいいよ、いい感じいい感じ。ちょ俺こいつで神いくわ。やった、やばいやばい、やらかした。やばい、これまた即死来る。あ、来ないの。やめてー、やめてよ。これ突破しないとまずい、狩るぞ。ここそれは狩れない。いやーこれそろそろバーストしないと。いやレバーちゃん早っ、インキャンやん、やばい負ける。ね、俺本当に1戦目勝ったからね、なんで取れてねえのマジで、本当に勝ったんだからこれ。負けそうだけど俺いつも、ねえもうさ、なんなのリュカってなんで即死コンボあんの、聞いてねえよ、全部あれのせい。これ高えよめっちゃ、あ、ちょっとあんま見えなかったけど、俺もう1000くらいしか下がってないじゃん。ちょ、もう一回来て。あー肩よく来たけど、まあ動画だから大丈夫、あとでキンクルソングでもかぶせておけばいい。ちょマジで勝つぞこれ、負けても1000とかしか減んないから。あ、出たね、キモいキモい、それどうすればいいのあれ。えっ、ねえもう即死コンボなんで、見たことねえよリュカスの即死コンボやってくるやつとか。何、俺が出会ってなかっただけ、こいつが希少種なの、どっち。俺あんななんかひも別のコンボで即死コンボとかされたことないんだけど、リュカスに。俺が強いリュカスと当たってなかっただけ、あんなの初めて見てよ。危ない、また厳しい戦いじゃんこれ、もうやめて。さすがにコンボ焦ってもうコンボ入んないんだろ。図が高いぞ、そのまま耐えたい。いやでも言うて 105% なんだよな。はい、クーマイ DA。 なんかさっきみたいな試合展開だな。いやでも今回は勝つ、勝ってあの戦闘力めっちゃ上げるとこみんなに見せるんだ。てかかもるこいつも、かもって俺もう決めた、俺こいつで神いくわ。こいつを桜井だが神から引きずり下ろして、俺が新世界の神になる、僕が新世界の神になる。思い通り思い通り思い通り、いけるぞこれ。ちょマジでこのストックで超寿命ソムラ、飛びすぎじゃない、そんな飛ぶっけリュカスの空前。言うてこぶ、じゃあのひもペチの即死コンボだけ警戒する。行かないよね、はぁ、ねえもうまた即死コンボ。ちょマジでそろそろまた勝つね。いや本当に俺1回目勝ってるからね、絶対コメント欄で1回勝ったのとか嘘だとか言ってくるバカだれどもいるだろうけどさ、本当に勝ってるから。
とか大体俺モサとさやるとき動画なんかでもそうでしょ、1回目絶対勝つじゃん、で2回目からなんかあの本気出されて勝てなくなるっていうパターン見てきたでしょ今まで散々。あ、来た頃ね、キモいって。何そのコンボどうやんの、あれどうやら四角、え、届くのね、届くのそれ、レバーですんのかよ、レバーで早っ、陰キャやん、お前陰キャの民、鳥貴族とか魚民行ったことある、まあ、最近は新時代がブームだけど、やばい、ちょこれ前で即馬する、どうしようかな、これこれ行くっしょ、オッケーオッケーオッケー、ちょっと待って、もうそろそろ勝つ、ここで勝っても全然プラスだから言うて、マジ5000くらい上がるからね本当に、勝ったら俺の戦闘力もちょっと今低いし、これ一旦上投げで、はい 66% 対 55%、 これはまあそうだよね、そうだよね、今のはもう陰キャとか関係ない、陽キャでもあんなレバーするわ、危ないって、勝てる勝てる勝てる、激痛レースの手をなしてきた、うん怖い、あやばい間違えた、うわって最悪、今もう上がっちゃった、間違えて、いやマジでさっきのいけた、酸素だし、マジで序盤にヒモペチの即死コンボで壊されない、あっあっあっ、一回助けて、無料で帰ってくる、おいしいよ、ヒモの下妻ホープ一発入れて 49% 対 54% パーセント逆転したけど、さらにまた速そこで逆転されて 61% 対 54% でも俺はすぐにさらにまたすかさずパーセント逆転していきたいと思います、はい 61% 対 69% ヘキレキー、もうこのパーセントだったら基本ペチコンボ入んないやろ、あれテーパー限定コンボか、来い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 、いいよ、ちょマジでそろそろ勝たないとね、ほんとに一回勝ったしね、あーこの展開はちょっとなんか生きてる、よく今生きたな、いや今吸い込まれてない、ごめん、よし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 そこ一旦上、でもさあの三角跳びやっちゃうんだよね普通に癖で、俺ってさほら実況しながらさベチャクチャベチャクチャ喋りながらスマブラやってんじゃん基本的に、しかも人よりもさ喋る量多いし他の実況者とかよりもね圧倒的に、だどうしてもやっぱスマブラがね、スマブラの方がおろそかになっちゃうんだよね、なんか癖がねなかなかね抜けないんですよ、今回は今その話してたからまあ大丈夫だったんだけど、ちょっと待ってこれさ130%、 ちょマジでこのストック、ちょ今回は超寿命スマブラでもうこの試合決定、あもう決めるわこの試合、ちょ決めてくる、あー嫌なんだよねそれ、あー嫌なんだよね、やめてよ、ちょもうね、もう味しめんなってそれに、お前陰キャだよそれやるって、魚旅とか行ったことある、もう知ってる、新時代知ってる、生ビール190円だよ、なんか串とかも1本なんか50円くらいでめちゃくちゃ安いねん、鳥貴族とか魚民とかもう超えるくらいの安さなんだけど、絶対知らないだろそういうとことか、新時代なんか名古屋とかのね居酒屋らしいんだけど、絶対こういうやつじゃないよね、こいつ絶対こういう気上がりしてこないな、
ダメージオンになってない。いやでもかかったっしょ。行って、よし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 、これめっちゃもらえるぞ。あ、美味しいね。いくら上がったわかんないけど、まあ、とりあえずめっちゃ美味しい。ここは勝ちたい、マジで。ちょっと増進、もうパクんだって俺の技。これは前投げ、これマジで相手戦闘力高すぎてさあの4連敗くらいしても1回勝ったらプラスになるんだが、最高やん。もうこんなん連戦しどくだろ。オッケー、いいよ。ごめん、俺もうこいつで神行くわ。配信で行こうと思ってたけど、配信楽しみにしてたのでごめんな。ちょっと俺もうこいつで神に行く。あ、てかリュカスといえば、リュカスといえば、リュカスといえば、雷サンダーファイヤー PKPK ファイヤー、あ PK、 あの俺この間あれなんですよ、友達サッカー部の元国体出場した友達とグラウンド借りてね、サッカーグラウンド借りて PK 対決やってたんですけど、そこでよし、ちょマジでめっちゃ上がる、これ勝つと楽しい、マジで。スマブラ久しぶりに楽しいって、やばい、これさ外差しとかできないの、ここ飛ばなきゃいいんだろ。もう分かったわ、もうその即死コンボ。え、待って、今俺連れて帰ってきたよね、完全に。最悪や、もうリードしてたやん。いやでももうね、こいつの即死コンボを攻略した。あそこで飛ばなければ2回目の空襲当たらなくて即死コンボは完遂しない。もう即死コンボ決まらないよ。はい、ぶち落としていく。まさかのね、あの状況からリードしていく。ちょマジでこれ今年一の戦闘力爆上げチャンス来たかもしれない。その下強からのさスマッシュ確定。こいつなんかそこら辺のリュカスと全然違うわ。だってビップのさ、俺が今まで戦ってきたリュカスとかあんなことしてこなかったもん。下京から横島とか、まあ、たまにやってたやついた気もするけど、でも言うてこぶ。これ一旦上投げで 20%。 あ、美味しいね。もっと早く、あ、ごめん、相手の動きよりももっと早く僕が理解し判断し反応することができるようになれば、やがて世界がスローに、そして止まって見えるようになる。それがクリティカルウィンドの一つ、光風。それが僕のね、もうそれはもう関係ない、光風とか、あれやられたらもういずれ死ぬのを待つだけだから、ちょ、もう光風関係ないのやめて。え、あ、やばい、あ、待って、ちょっと、もうな、光風のこと考えてたの間違いで飛んじゃったやん。何してこの手がさ、いけんだよ。はい、ということで今回こんなとこですかね。いやー、まあプラスにはなったけど、神竜化でもうちょっと吸いたかったね。ああ、神直前くらいまで吸いたかったわ。まあ、ちょ、そんな感じで残念な結果なんですけどね、まだちょっとチャンネル登録と高評価しない方はチャンネル登録と高評価お願いします。あとコメントと概要欄から X に桜ものが積んでるのでぜひお願いします。ということで次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。うん、X と一緒に。